皆さんこんばんは。第75回長崎県高校総体はいよいよ最終日、ラグビーとサッカーの決勝が行われました。どちらも手に汗握る大接戦、勝ったのはどっちだ。3、2、1、スタート。県高総体5大会連続優勝を狙う長崎北陽大、1月の花園で全国ベスト8に輝いています。対するは県高総体5大会ぶりの頂点を目指す長崎南山。今年の1月の県新人戦と7人制ラグビーで優勝し、ここまで2冠です。前後半30分ずつで争う前半8分、北陽大のラインアウトから出たボールを見事にインターセプトした山下が独走トライ。南山が先制します。しかし北陽大も負けていません。前半27分、接点で優位だった北陽大はフォワードの連続攻撃でじわじわとゴール際まで運び、最後はフォワード佐々木がトライ。ゴールキック1本の差で南山がリードして試合を折り返します。両チーム互角の戦いを見せ後半戦へ。巻き返しを狙う北陽大は後半7分、得意のモールで前進、ゴールライン際に持ち込んで最後はキャプテン斉藤がトライ。逆転に成功します。追いかける南山は接点に強い北陽大の固い守りに阻まれ、なかなか得点を挙げられません。ピンチが続いた北陽大はペナルティーが積み重なり、後半28分、1人が10分間一時退場、シンビンとなってしまいます。その直後でした。南山はスクラムから外側の空いたスペースに運んでトライ。土橋のトライで南山は土壇場で同点に追いつきます。ゴールキックは外れ、同点のままロスタイムへ。ハーフウェイラインから南山のマイボールでのスクラム、安定したスクラムを見せ、ボールはフルバックの後藤へ。高校日本代表候補にも選ばれた後藤が一人で抜け出してトライ。後藤の劇的トライで南山は5大会ぶりの頂点をつかみました。いや、もう自分が行くしかないと思いました。時間もなかったんで。優勝したぞ。サッカー決勝は今年1月の県新人戦で優勝し、県高総体4年ぶりの優勝を目指す第一シード長崎日大と、新人戦では初戦敗退、今回ノーシードから勝ち上がり13年ぶりの優勝を狙う国見の対戦です。互いにチャンスは作るものの得点はならず、後半を終えて0対0、両者準決勝に続き2日連続の延長戦にもつれ込みます。延長前半5分、相手の反則でペナルティーエリア手前でフリーキックを獲得した国見、キッカーは川島、ボールはクロスバーの上。一方日大は延長前半10分、山口がドリブルで突破、しかし国見の堅いディフェンスに阻まれます。両者一歩も譲らずスコアレスで PK 戦へ。2対2で迎えた3人目、先攻の国見は山崎、落ち着いて決めて3対2。高校の日大の3人目は高村、ボールはクロスバーの上に抜けゴールならず。そして4人目は互いに決めて4対3で最終5人目、先攻は国見の中浦、決めれば優勝です。国
国見が PK 戦を5対3で制し、13年ぶり21回目の優勝をつかみました。また強豪国見って言われるように頑張って全国でも勝っていきたいです。素直に嬉しいです。僕たち新人戦県でベスト16っていう情けない結果で終わってしまったので、その時ちょっと思い出してしまってちょっと涙が溢れてきました。いや、インターハイではまあ全国、まあ、ベスト16以上のベスト8だったりベスト4を目指して、で選手権では全国行って国立のピッチに立てるように頑張りたいと思います。またゼロからリスタートして頑張っていきたいと思います。優勝した国見は7月29日から北海道旭川市で行われるインターハイに出場します。インターハイ頑張るぞ。県高総体は7日間の熱戦に幕を閉じました。番組も今日が最終回です。選手の皆さん、たくさんの興奮と感動ありがとうございました。